スロットでいきましょう。第6ヒートですね、スタートいたします。さあ、第6ヒートスタートしていきました。1周目トップで帰ってくるのは川崎5番飯田選手、2番手3コース藤野選手というオーダーですね。さあ、飯田選手、川崎5番現在バックストレート走行中の足ですね。オレンジブルーのカラーリングです。おっとこれミス。さあトップ変わりましたよ。オレンジのマシンが前に出た。川崎県1番山口選手が前に出ました。2番手に川崎県3番藤野選手。さあレースの方45秒経過したところ、ベストラップ11秒380マークします。川崎県1番山口選手、2番手は川崎県3番藤野選手、3番手2コース藤田選手浮上。レース時間残り間もなく50秒です。おっと一斉に山口選手は転倒、再びトップ変わりました。トップは川崎県様藤野選手、2番手1コース山口選手、3番手2コース藤田選手というオーダー。走行時間残り30秒。残り時間まもなく20秒です。トップ山口選手に変わった。お、藤田選手前に出ましたね。川崎県2番青いマシンがトップです。残り時間まもなく10秒。これで10周目に入っていった。さあ残り時間5秒切っています。ここで2分経過。1コース3コースゴールです。1コース3コース5コースゴール、4コースゴール。さあ藤田選手これで11周増やしてゴール。さあトップゴールは川崎2番藤田選手。手を出さい。11周2分11秒470出ています。